米ツアーに参戦する女子ゴルフの渋野ひな子24が前週メディヒール選手権。米カリフォルニア州を8位タイで終えた。3位となった8月の英グ全英女子オープン。英国以来今季5度目のトップ10入り。ワウワウで中継を見ていたが満面の笑みを浮かべていた。久々の渋子スマイルである。今週はパターが良かったかなと感じたので、その分ボギーも少ない。 バービーも取れるゴルフができた。難敵を攻略。冷静海岸のゴルフ場に多く見られるポアナシバは不規則な転がりをすることで選手たちを悩ませる。今年4月のダイオインプラント LA オープン63位で初めて経験した渋野ひな子はもう安定のイやイヤーみたいなボコボコ跳ねるしと顔をしかめていた。 今大会もポアな芝だったが、二日目は8バーディー、1ダブルボギーの66、三日目はボギーフリーの4バーディーの68。最終日も1番で4メートルのパーパットを沈め、最終18番でもバンカー湖へのアプローチを2.5メートルにつけてバーディーを沈めるなど、今週は本当に微妙な距離が入ってくれた。経験を積み、成長した姿がそこにあった。さらに笑顔が続く。 14番パーコでは 3W で2オンさせ行ってみたらめちゃめちゃ飛んでいたんでびっくりでバーディー全体的に飛距離もいっとったショットもまだまだ伸びしろはあるかなとも9月上旬からの6連戦は予選落ちが4度あったが最後の締めが引用割り方で安心しましたとまたスマイルポジティブさも復活である20日開幕の次戦 BMW 女子選手権 韓国を経て28日開幕の日本ツアー、樋口久子三菱電機レディス。埼玉に昨年の覇者としての凱旋予定。今季帰国して国内初参戦した5月のブリジストンレディスでは予選落ちした。思えばポアな芝ショックの直後だった。ポアな芝を攻略、ポジティブさが戻った今、きっと渋子スマイル全開を見せてくれそうな予感がする。ピンのモデル G430 が発表。 気になるドライバーの性能は、ピンのニューモデル G430 がついに発表となった。現行モデルの G425 からどう進化したのか、性能の詳細をレポート。本日発表となったピンの最新モデル G430。その飛距離性能と安定性から一世を風靡した G4002019 年全英女子オープンを制した。 シブのひな子の使用ドライバーだったことも、相まって爆発的な人気を誇った G410、そしてそれをさらにブラッシュアップさせた現行モデル G425 も多くのプロがバックインしている一本だ。常にドライバー界で話題となってきたピンのドライバーだが、G430 も前作の性能を超えなければ、ニューモデルは発売しないというピンがお披露目したからには、当然期待せずにはいられない。 ドライバーに関しては過去モデルと同様に交換性モーメントでブレずに飛ばす G430MAX ドローバイアス設計の G430SFT そして低スピン強弾道が特徴で他にモデルが 460cc なのに対し 440cc とやや小ぶりな G430LST の3モデル展開そして3モデルに共通しているのが浸透載のスピーシステンシーテクノロジー 同名の技術は現行モデル G425 のフェアウェイウッドとハイブリッドにも採用されていたが最新モデルでついにドライバーでの採用にも至ったようだ。バルジーロールの設計を一新しフェイス上下のロフトを各モデルごとに最適化することで打点が上下にずれたミスヒットの際のスピン量の増加飛距離ロスを抑制する効果があるというフェイス自体も前作比で中心部は6% 周辺部は9%薄くなり、反発力もより高まっているようだ。また、クラウン部に施された空気抵抗を抑える突起、タービュレーターも形状を最適化し続投。内浮くを良くするヘッド内部のリブも改良されているという、モデルごとに見ていくと、G430MAX は、フェイス後方に高比重ウェイトを配し、スタンダードドロークフェードの3つのポジションで付け替えが可能。 特にスタンダードポジションの場合は 9700gCM2 オーバーの交換性能面と仕様になるという G430SFT は歴代の SFT の名を関するモデルで初のウェイトによる弾道調整機能を搭載したモデルウェイト1はヘッド後方のドロードロープラスの2つから選択できるようになっているそして G430LST は G430MAX と同様に ソール後方のウェイトをスタンダードドローフェー度の3ポジションで変更が可能。加えてカーボンフライラップテクノロジーになる技術を搭載。8層のカーボンをクラウン部に採用することでさらなる軽量化がなされ余剰重量を最適に配置することで低重心設計に結果より低スピン性能が高まっているという。もちろんドライバーだけでなくフェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアンもラインナップ。 フェアウェイウッドに関しては G430MAX と G430SFT の2機種、ハイブリッドとアイアンは G430 の1機種が用意され、それぞれで飛距離性能と安定性、そして心地よい宇宙区となる工夫がなされているという。いずれの番手も発売予定日は2022年11月11日、年末、そして2023年に向けて非常に有力な選択肢になることは必至だろう。